怖っ。 C は怖え。何こいつ。レインボーやだ。優しい。優しい。お、めちゃくちゃいるやん。みはる。とりあえずみはるちゃんが曲を作ってるか見てみよう。私のそっくりさん、そしても久しぶりです。恋人ロックリーなんだけど。あれもう期待持てんだこれ。レベル79めちゃくちゃやり込んでる。いちご大好き。サンリオキャラだ。お、パパ。パパママはみんな作るんだね。ママ。ママ優しそう。出た。パパママミッキー来たよ。やっぱこのミッキーみんな。俺サングラスしたおっさんにしか見えないんだけど、ミッキー。超久しぶりです。セリ、また会えて嬉しいです。レベル99ってめちゃくちゃやってない？セリナセリナ。ハンターハンターみたいな。ユネちゃん、おお、すげえおならだな。ファイヤーの音したよ今。あ、おばあちゃん来た。おばあちゃんだね。じゃん、姫、ガリガリ。急にオリキャラ来た。わからん、オリキャラじゃないかもしんないね。同級生にガリガリがいたのかもしんないもんな。優香のそっくりさん。ってことはこいつは優香のそっくりさんのそっくりさんのことだよね、多分ね。あ、姫ってさっきいなかった？姫二人目じゃね？毒キノコ×。何このデータ。デブデブ。お、ベッキーってあのベッキーもしかして。あ、ベッキーじゃねこれ。カナダ。うわ、これベッキーでしょ。マジでこれトモコロあるあるなんだけど、この時代ベッキーときたらこれカナダはハンニャのカナダだよ多分。これ絶対そうだと思う俺。時代が大体分かってきた。で、かっこいい。かっこいいはデブデブの部屋行ってるわ。デカデカ。デッカ。デカデカサングラス。デッカ。これはデカデカだ。恐ろしい。怖え。何こいつ。うわ、怖え、こいつ。ストレンジャーシングスに出てくるやん、こいつ。ゴーエンジ。何ゴーエンジって。なんかゲームキャラ的なやつかな。すり毛をせへもむ子。やべ、飽きてる、やばい。うわー、このタイプの名前来たら終わりだすんだよなー、ともこれって。シフヌとかになってくるんだよな。あ、いないれなのこれ。ゴーエンジなんだ。なるほどね。いないれ、え、これも釣り系をせへむむこもいないれ。あ、出た。ほら、終わった。ヌムも出たもん。ヌムも怖すぎだろ、こいつ。で、ナミと。うわー、適当になってきてる。え、これこの後全部適当なの。俺うざー。自覚ある男直せ。あ、ロックリーいた。ちょ、ロックリー似てる、もしかして。あ、ロックリーめっちゃ似てる。ロックリーめっちゃ似てるやん。梅干し一発だ、出てるやん。すごくね、大好物一発やってる。さすが。多分これきっかけで付き合ったんだろう多分ね。あ、終わった。うわ、起きたら終わりです。んから始まる名前来たら終わりです。怖え。なんだこいつ。なんでこいつ。ワイルドだぜ。全然似てね。リーダー。え、これ城島リーダーじゃないよね。俺、リーダー。で、え、大野さとし。
そっちだった。俺リーダーといえば城島世代だからさ、ごめんね。大野くんだって。これトモコロあるあるなんですけど、ま、嵐もマジで多いんだよね。ほら、ニノ来たもん。お、ニノ似てない？つ。つ、怖っ。り。でもなんか、この子、適当キャラも結構、キャラデザ凝ってていいな。あ、松潤、デカデカの家いるやん。なるほど、松潤出かけてたやん。陽平くん。びっくりした。俺かと思った。姫めっちゃいないなんか。ちょっと待って。どっちがイケメンこれ。ああ、こっちだったか。じゃあ知らねえやつが炎みたいな、あれを鳴らしたんや。キツ。かわいい。あの、真ん中のやつが目だとしたらかわいい。おいよ。え、あれ、あれ、俺、おいよかと思ったけど、おいる方の多いかな、これ。もしかして。おいよって。おいよってことかな、ユーリ。急に友達、急におっさん来た。急におっさん来た。でか鼻の穴。ミバルのそっくりさん、誰これ、親友ヤンクミなんだけど。マジでヤンクミも多いよなと思う、これ。僕はブサイクです。本当？子供のデータブサイクとか好きだよな。お、黒ギャルいる。お、黒ギャルだ、めちゃくちゃ。ちょ、黒ギャル気になる。ギャル3人組の黒ギャル？ギャル3人組って誰だこれ。なるほど。黒ギャル、白ギャル。で、次何ギャル？あ、いいね。2人しかいねえ。もう1人いてくれよ。あーん。怖っ。C は。はははは。怖え、怖えって。一本線。チャレンジ精神すごいな。あ、桜井くんできた。鳴らすな。目がない。どうやって目なくしたんだこれ。あ、怖いよ。可愛いよ、怖いよ。美和子先生。お、のっぺらぼう。へぇ。カズくん。ケイト。あ、アイバくんいねえ。あー、まさかと思ったけど、アイバくんいねえよ。呆然としてます。まずはちょっと歌チェック。あ、まあまあやり込んでる。イエーイ。パリピですね。ハナ。お、パパ。アナ、パパ、ママ、グランパ。おじいちゃんのことグランパっていうタイプや。パパ、ママ、グランパ、グランマや。いっか。ともちん。お、AKB も多いんだよね。ともこれって。ともちんもしかして、板野ともみじゃないこれ。私、珍しく怒っています。どうだろう。口癖でわかっか。ルレモ。ちょっとわかんねえ。怖っ。花2号。ちょっと待って。え、花どっかにいたっけ。あ、花し、あれだ。花本人だ。花2号いるわ。マリオ。ヒゲ剃ってるやん。初めてだ、マリオでヒゲねえの。サンタ。どっちかっつうとこっちマリオだろ。デブコ。はい、終わった。デブコとかガリガリくんとか、あのデブデブくん来たらもうちょっとこっから実在の人物なくなっていきます。キモい人。キモい人逮捕されてるやん、キモさで。はい、チビデブ来ました。もうすごいです。
言葉の暴力がすごいです。チビデブの次、デカデブもいます。珍しくねがデカデブ。一緒に遊びませんか？なん？あうおい、あうおいおう、あうわ。あうおいは？ローラ、あ、芸能人来てるこれ。芸能人流れ来てる。ローラ。スギちゃん専用の服あるやん。ともこれ。ともこれスギちゃん専用の服あるんやん。おばちゃん。あ、これニュース読んだおばちゃんだ。シワじいちゃん。おばちゃんにはつけないシワを。の優しさね。おじいちゃんはシワをつけるというこの厳しさ。やっぱこのおじさんに厳しいのが友達コレクション。シワじい。シワじい食パン大好物一発当ててます。そばかすちゃん。ちょっと特徴か名前すんの多いな。司会者。誰だろうこれ。モデルいんのかな司会者。司会者二人いるやん。レギュラー取り合いやん。サム UFO。あー終わってきた終わってきた。やばい。サフム。あー終わった。ニスムクヌいるわ。文字化けしてるもん。お尻やめろ。お尻か終わりだよね、多分ね。シムのせ。スギちゃんやん、これ。スギちゃんの30年後ちょっと、歌見てみますか。あー。大学や。大勢リクさん。俺80代だから、俺鼻毛学生だわ。これから鼻毛学生として生きていくわ。で毎日曲げてリンゴボーボー。リンゴボーボーいいね。久々パンチライン来たな。おもろい。ずっと見てたい。全国のともこれを。絶妙にこう、なんていうのかな。現実っぽくないのがいいんだよな。